なんたは、大韓民国の舞台芸術作品、同国の俳優、舞台演出家ソンスーンファンが企画、制作を担当した。サムルノリなどの韓国音楽のリズムが用いられている。とあるレストランの厨房を舞台に、午後6時までに、結婚披露宴のための料理を作らなければならない3人の、シェフとレストランの支配人、そしてスケ人トとしてやってきた、支配人の老いの混乱ぶりが、 作品のメインテーマである。この支配人と、おいは、ただでさえ時間に追われて、大混乱中の厨房に、さらなる混乱を引き起こす。1999年のイギリス公演を、はじめ韓国国外でも上演され、2017年8月、現在で、合計57カ国、310都市で公演が行われている。2016年の会場入り口の様子。 右側には出演者チーム一覧が示されている。ソン・スンファンは芸能活動を中断し、アメリカ合衆国ニューヨーク州に4年間滞在していた間、様々な物体芸術作品を鑑賞する機会を得た。その際鑑賞した作品の中には、ブレットパッペットシアターをはじめとする非言語劇の作品もあった。芸能活動を再開して、しばらく経った1995年。 孫孫ファンは、ヨーロッパに物を打ち鳴らすだけの演劇があるという、話を聞いた。孫孫ファンはその時、打楽器のみで演奏されるサムルノリと、父親が酒に酔って、箸でテーブルを叩く様子や母親が、ナイフでまな板を叩く様子が頭に浮かび、これを作品化しようと思い立ったという。最初の題名は、インザキッチンであったが、包丁で野菜を刻む練習を見たスタッフの一人が、 なんただね、なんたといったことから、現在の題名に採用された。講演開始後も専門家にアドバイスを受けて、他国での講演にも耐えられるように普遍性を盛り込んでいくことで、作品内容は改善されていった。テリベアを俳優に見立てて、講演の様子を模した、展示舞台となっているレストランの厨房内にあるもの、食器、包丁、まな板、鍋、 ボールゴミ箱等マイナスが楽器として用いられ、俳優たちはこれらを使ってリズムを刻み、また歌ったり踊ったりする。作品中の料理シーンでは本物の野菜が刻まれ、舞台上に設置されたコンロの火で、肥料園用の料理が作られていく。韓国公演の際は、同国の協の協力で市場で販売することのできない野菜を提供してもらい、それを舞台上で用いているという。 使用される野菜の内訳は、キュウリ玉ねぎ、キャベツ、ニンジンであり、公演1回あたりそれぞれ10個、4個、7個、10個を使用する。舞台上で火が燃え上がるシーンがあることから、アメリカ・ニューヨーク州では、週9000ドルで元消防士の専門家を雇用し、イタリアやフランスでは上演前日に消防士を呼び火が燃え上がるシーンのリハーサルを行ったり、上演当日に消防士に、 会場にて待機してもらったりするなど、公演が行われる国の消防法に沿った措置をとっている。また、イランでの公演の際に、女性シェフ役の女優にヒジャブを着用することが求められるなど、上演国に即した改変が行われる場合もある。5人の俳優からなるチームが複数編成されて、公演ごとに交代出演する形式をとっているため、固定のキャストは存在しない。 黎明期には、デュスンデョンやキム・ボネが出演しており、彼らは2017年に開催された、同作品20周年記念懇談会にも出席している。デュスンデョンは、シェフ役を演じた他3年間公演のアシスタントディレクターも務めていた。またシェフ及び支配人役として17年間出演してきた、キム・ムンスが、同作品に最も長く携わった俳優であることを、 ソン・スンファンは2014年のインタビューで明かしている。チェジュでの公演の様子に言うビクトリー劇場それまで、韓国で非言語劇が上演されたことがなかったことに、加え著名な俳優が出演者に名を連ねていなかったため、初演時は上演場所の確保も困難な状況であった。ソン・スンファンは劇場の担当者に舞台稽古を見せながら内容を説明して、 理解を求めたり、観客を集めるために、無料招待券を配ったり、日本の旅行代理店に掛け合い韓国旅行ツアーのコースに何た鑑賞を加えてもらったりしたという。しかし上演開始から10日間で、好意的な評価を得るようになり、チケットが完売するようになった。1999年には、エディンバラフェスティバルフリンジに出品。これが、同作品初の韓国国外での公演となった。 開催国のイギリススコットランドのメディアから、好意的評価を受け、最優秀演技賞の一つを受賞した。また、同芸術祭で上演する際の契約金により、孫孫ファンは制作、上演に際して作った借金を全額返済する、ことができたという。2003年からはアメリカへ進出、同年9月より、オフブロードウェイのニュービクトリー劇場、翌2004年には、 ミネッタレーン劇場で上演を開始した。ミネッタレーン劇場での公演は約1年半続けられたという。2000年に専用劇場を開設。2008年にはチェジュ特別自治堂内に専用劇場を開設した。チェジュの専用劇場は当初は既存の施設を借りる形で設けられていたが、9年後の2017年に春ら山近郊に、 ホテルと専用劇場が併設された複合施設となった。2013年には台湾国都内に専用劇場を開設。2017年には韓国の THAAD ミサイル配備に対する中国側の報復措置の煽りで中国人観光客が激減、同国人観客向けの専用劇場が閉鎖された。ありがとうございます。